こんにちは、ウィーリーです。今日は元ブログとは言いながら、いつもとは違う形で元ブログをやりたいと思います。仙台でお世話になっている昨日京都このゲストハウス梅鉢さんでお世話になりました。非常に気に入っているので、私の元ブログの中で紹介させていただきたいなと思いました。それでは、梅鉢ゲストハウス仙台中に入らせてもらいたいと思います。おそらく店のご主人が中を案内してくれると思いますが、こんにちは、ウィリーです。ウィリー様、お待ちしておりました。どうぞこちらへ。どうもありがとうございます。ちょっと棒読みの感が否めないですが、そのあたりは皆さんご勘弁ください。館内にご案内ということでお間違いないでしょうか。はい、よろしくお願いします。こちらが共有スペースでございます。当館はご覧いただいて分かる通り、宮城の地酒、カクテルやウイスキー、世界のビールなどご準備しておりますので、旅人の方や海外の方とも交流がしやすくなっているかと思います。続いてここが共有スペースでございます。ここで旅人の方や、もちろんバイクの方も海外の方もワイワイと日々日々交流が行われているわけでございます。続きまして宿泊のお部屋に行きましょう。お願いします。壁は珪藻土でございます。では三山の笠があります。あ、ガッサンとね、あの湯戸の山は通りました。でガッサン、ガッサンダムをね、昨日一昨日かな、行ってきました。なるほど。はい。ダム巡りがね、私の趣味なんで。紅葉シーズンなんかいいですよね。はい。ここがお部屋でございます。ウィリー様のベッドはこちらでございます。ありがとうございます。はい。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。共有スペースでソファーに腰掛けてぼやっとしています。今ちょうど私以外のゲストの方、お客さんがいらっしゃらないので、ご主人に無理をお願いして、ああいう方です。楽しいですよ。ぜひ仙台にお越しの時はこのゲストハウス梅鉢を拠点にしていただいて、スタッフもみんなで本当に温かく迎えてくださいます。もう本当にたまたまネット上で私がこちらを見つけてお電話させていただいたところが、こういう素晴らしい宿だったという、もうなんだかこう因縁めいた、なんかこう本当に私として本当に喜んでるんですね。なので自分の元ブログに素材として入れさせていただきたいんですということで、もう快諾していただいて喜んでいます。私は明日仙台発のフェリーに乗って名古屋に行って、そして大阪に帰るという予定です。まあ日付としては明後日大阪の自宅に帰ることになりますが、ゆったりとした時間を過ごすことができて、仙台には本当にこうお世話になったなという思いで、この仙台は明日離れます。今日の元ブログはこれで終わりにしたいと思います。どうも最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。